思います。クレープはもちもちのがいい。最近なんかさ、パリパリのやつもあるって聞くけど、なんて格好してるんだ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。あれか、成長じゃない。ほらほら、生まれとった子供の、成長しました。うんうん、この子の成長のために旅に立つか、マンションに一人暮らし立てようと思います。確かマンション一部屋開けとったよね。一人暮らしさせましょう。そうですよね。うんうん、それがいいと思っていました。多分前回一人暮らし用の部屋を開けとったけど、まだ成長してなかったけん、その時。もやくん、はい、オッケー。今日からお世話になります。どうもどうも。もやはあゆなつまの住人になりました。私家族も今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。記念にこれももらってください。アルバム、こうやって記念に渡されてきたアルバムが一体何冊あるんだろうか。管理人室やばそうやね。アルバムだらけで。え、また早速喧嘩。え、前回もさ、なんか2、3組ぐらい喧嘩なかった。で、仲直りできてないとこもあった。うわー、めっちゃストレス。超ストレス。大丈夫ガイタン。ガイタンくんめちゃくちゃストレス溜まってる。威嚇されるし。あゆなと喧嘩しました。え、マジか、私か。ます。それはそれは、仲直りしてください。そんなにイライラさせた。んー、じゃあクレープとかどうですか。はい、どうぞ。いただきます。はいはい。すごく美味しかった。よかったよかった。自分が落ち着きました。おー、好物1位になったよ。仲直りしてこようと思います。クレープはもちもちのがいい。最近なんかさ、パリパリのやつもあるって聞くけど、なんて格好してるんだ。なんかさらに怒りを助長させそうな感じの格好をしている。この間はごめんなさい。どう？いや、許すやろ。こちらこそごめんなさい。よし、よかった。うまくいきました。ありがとうございます。結構満腹になったね、クレープで。仲直りできました。クレープずっと食べてないな。久々に食べたい。お礼にこれもあげます。いや、近くにクレープ屋さんはあるんやけどね。実用品ミシンをもらいました。ありがとう。なぜか私だけ犬によく吠えられます。なんかあるんかな、よく吠えられる人って。ああいうのって誰にでも吠えようんやないんかな。なんか一人だけ執拗に追いかけられるとか。おう、2組目、めいちゃん。私珍しく怒ってます。どうしたどうした、誰と喧嘩だ。小夢と喧嘩しました。小夢さん、腹が立ちます。あれよね、なんか夏になったらさ、冬の寒さが恋しくなるんやけど、冬になったら冬になったで夏の暑さが恋しくなるんよね。わかる？結局春か秋がいい。え、どちらかといえば秋かな。春はなんかまだ寒さを引きずっとる感じが。寒いよりかは暑い方がいいかな。わからん。大好物だったようです。よし、これで仲直りしておいで。あれ、めいちゃん結構まだレベル低いんやね。言うて29。お互いに被り物をしているのね。この間はごめんなさい。さあ、どうだ。
え、こちらこそごめんなさい。小夢さんめちゃくちゃ和風な格好をしとるのにめっちゃピザ部屋ね、かぶっとるものもあれキノコやろ。なんかすべてが和って感じやのに。仲直りできました。よかったです。お礼にこれもあげます。実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。朝起きるのが辛いです。なんかよく動画とかでさ、なんかテレビで見る催眠術が本当にかかっとんか信じられんけん、かけてみてほしいみたいな感じの動画あるけどさなんかやっぱり気になるよね。催眠術めちゃくちゃ気になる。かかってみたい。本当にかかっとんかなあれ。その検証動画をもってしても、いやお前らも偽物の反応かもってめっちゃ思うもん。はい、さきちゃん入りますやっぱ自分で体験せんとわからんもんね。どうもどうも。ハルキと喧嘩しました。腹が立ちます。仲直りしてください。じゃあこのイライラも沈めてください。今回全組仲直りいけるんやねん。どうかな。ココナッツ、ココナッツって好き嫌い分かれそう。どうすか。ココナッツミルクって聞いたら美味しそうな感じはするんやけどな。実際味苦手ないよね私え、扉開くときそんな音したっけ。絶対静かに帰宅できんやんこの家この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。お、やった、すんなり3組とも仲直りできたよ。うまくいきました。よかった。ありがとうございます。てかみんなさ、扉からしてめちゃくちゃ違うけど、あれって表から見てもあの扉やとしたらさ、このマンションめちゃくちゃめちゃくちゃじゃない、このマンションはい、どうぞ。いろんな扉がずらっと。いつもありがとうございます。あー、てかあれやな、私冬の寒さの方がマシっていうか、あの冬場のモコモコした格好の方が好きなんやな、夏場より。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。実用品お風呂セットをもらいました。いや、てかあれよね、今ってもう夏場やけんってさ、単純に半袖みたいな人あんまおらんくない。いや、まあ全然おらんわけじゃなくて、もちろんおるけど、おるけど、なんかさ、一年中肌見えてない人の方が多い気がするんよね。最近ほら、ラッシュガードとか着とる人めっちゃ多いし。私、ラッシュガードじゃなくて普通に薄手のカーディガンみたいなの着とんやけどさ、UV カットとかなんもない。ラッシュガードっていうのは暑くはないの？いや、普通の上着着とるよりかはマシなんか。いや、私でもその、透ける素材ではあるんやけど。無口な男です。シンプルなお部屋。今からちゃんとお部屋あげるけんね。気にはなっとんよね。旅行で計画なんか立てない。だいたいここここここは行きたいねみたいな感じではするけど。いただきます。細かく決める？学校ぐらいでしかそんなことしてない気がする。結構美味しかった。よかったよかった。その学校での旅行ですらね、あーこれはちょっと時間的に無理かなーみたいなの割とあったし。どんぐり棒絶対似合うやん。どうぞ。待って、服もあげる。結構気に入った。ゆきゆき、やっぱ毎回あれだよね、てっちゃんの目の要素が強いタータンチェックシャツ。あ、なんかめっちゃ、あ、でも緑じゃないけんな、青やけん。でもちょっと秋っぽい感じになったまだ若干早いけど。そして部屋、あれをね、なんかその
めちゃくちゃさ、楽屋かぼちゃ畑すべて秋にしていく。めちゃくちゃこの夏場の気温がどんどん高くなっていくわけやもん、毎年毎年。でもってもう最近なんか春と秋なんか合ってないようなもんなんやけど、それでもさ、なんか今までと変わらずめっちゃ先取りして、めっちゃ先取りして秋服とか売り出しよらん。なんであの辺ってさ、気候に合った感じにせんねやろうね。いや、それはなんか去年から今年で急になんか気候が変わってきたとかならわかるけど、じっくり見てる。いや、もう何年もこんな状態なわけやん。そろそろなんかもうちょっと合わせた方がいいと思うよね、世の中の気候にってめっちゃ思う。どうしよっかな。いや、道具で行こう。テニスラケット。どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。いや、だってさ、まだ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 暑い時期が続くのになんか、夏物がめっちゃごそっと少なくなったりするやん。いや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 って感じ。まだまだ現在進行形で夏物いるくないっていう。はい、みんなに募金を募っていこう。その辺、あ、でもまあ、あれか。その、メインとしては少なくなるけど、安くはなるんよね。なんか夏服一斉セールみたいな。まだまだ現役でいるときに。完全になくなられたら困るけどね。しりとり大会。今回はすぐ終わらない？食べ物しりとり。食べ物。タコス、ス、スパゲッティ、スイートポテト、スイートポテトか、トマト、トガエシやな、トンカツ、ツ、ツ、ツボ漬け、あれ出ない、まいった、なぜ、ツの食べ物ないっけ、トモコレの中に。それはね、トモコレの中にある食べ物でしかできんのはわかるけんね。夜市見てこう、夜市。お客さん、運試ししてみない？はい、買います。お土産に買っていったら喜ばれるよ。いらっしゃい。福袋をお土産で買う人おる。自分の楽しみじゃない。はい、一つ目の中身は、食べ物、ココナッツが入っていました。さっき私が苦手って言ったのに。はい、二つ目の中身は、お宝、口紅が入っていました。そして三つ目、服、ドルマンスリーブシャツが入っていました。あ、なんか全体的にあれだな、ギャルだな。でもいい感じのセットなんかな、どうやろ。セミが鳴いてる。はい、ミーニュース見てこう。6時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日、お、ユニポンちゃん誕生日やん。おめでたい。あゆなしのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。ふんふん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアユニポン、おめでとう。おめでとう。おめでとう。私がいる。ありがとう。ふう。マジのみーに聞きました。ユニコンさん、おめでとう。うんうん。今日のユニコンさんは輝いてる。はい、いいね、和服でお散歩。6時のみーニュース。ミネミネがお伝えしました。あざす。お誕生日会の様子をニュースで取り上げられるとか、平和か。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。なんかマンションのあれだな、中間らへんの層の一軒家率の高さが